はい、よろしくお願いいたします。まず1件目でございます。今日はですね、教育長とそれから今回、エースというアドバイザーにご就任いただきました中島幸子様、と共に、発表させていただきたいというふうに思っております。奈良市立一条高校につきましては2016年にですね、民間人校長の藤原和弘さんが校長に就任をされまして、それ以降ですね、スーパースマートスクールであったり世の中化であったり、さまざまな教育改革の新しい潮流を生み出す拠点として存在感を発揮をしてきたところでございます。今となってはですね、コロナ禍の影響もありまして、ギガスクール構想であったり、まさに当時、我々が文科省で記者会見をしたのが昨日のことのように覚えておりますけれども、我々が目指してきた自分たちの手元にあるこの ICT 端末を使って、生徒たちとそして教員の人たちの、頭の中をつないでいこうと、そういう新しい学び方、自主、自立型の学びでかつ個別最適化をした学びを作っていこうと、そういった取り組みが今ようやく、全国にも広がってきたのかなというふうに思っております。また一方でですね、学科の編成等についても、これからの時代に必要とされる力をどのように定義をしていくのかということについても幅広く議論をしてまいりました。教育委員会の中でしっかりとご議論いただいたことを受けまして、市長部局としても予算面、人員などさまざまな面で支援をこの間進めてきたところでございます。そのような中におきまして、一条改革の最終形といいますか、2016年からのですね、動きの中で申し上げますと、ある意味、新しいステージとして、今回、この春にですね、一条高等学校の附属中学が開校いたします。ちょうど明日が試験日だというふうに聞いておりますけれども、今回もまた後ほど教育長からも説明があろうかと思いますが、非常に高い関心をいただいております。そのような中でですね、学校の教員だけが教育を担うんではなくて、社会のあらゆる人たちに力を貸していただき、知恵を貸していただき、また体験や経験の場をお貸しをいただこうと、そういった中でこれから日本だけではなくて世界を担っていける人材を育てていきたいというふうに思っています。その中でも特に、前校長であります吉田真也先生中心にですね、教育委員会の中でもプロジェクトチームを作りまして、特にアーツステム教育という、いわゆるステム教育と、アートを取り入れた、教育ですね、これをしっかりとやっていこうと、いうことについて、議論を深めてまいりました。我々としては一条の中だけにこの教育改革の成果を閉じ込めるのではなくて、高校は奈良市では唯一一つしかありませんので、一条でチャレンジをした取り組みを奈良市内の他の21中学校にも当然横展開をしていきたいと思いますし、ある意味ここが R&D の機能を持って、ここで生まれたさまざまなチャレンジをしっかりと全国にも広げていきたい、そんな意欲を持った取り組みでございます。詳しくはですね、また教育長からご説明をいただきたいと思いますが、今回、中島幸子様を含め3名の方を、一条エースという形で、一条が目指す教育を実現をしていくための、外部のアドバイザーとして、ご就任をいただくこととなりました。いわゆる受験志向型の、勉強ではなく、また部活動をはじめ楽しい高校生活だけが送れればいいというわけでも必ずしもないだろう。その第三の道としてですね、特に今実社会が求めている人材要件、もしくは世界の中で日本が遅れている部分、このあたりをしっかりと認識をした中で、特に子どもたちの創造性を高めていく、創造性を高めていくためにはやはりこの中高が一貫で高校受験がないという強みを最大限に発揮をしていく必要があるであろうというふうに考えておりまして、教育長を中心にご議論いただいた中で、一条エースという制度を考えていただきました。そういったことで今日はお二人からもしっかりとその趣旨をお話をいただきたいというふうに思っております。それでは教育長の方から、まず概要をご説明いただければと思います。それでは改めまして、教育長の北谷でございます。よろしくお願いいたします。限られた時間ですので、今市長からお話をいただいたことに重なる部分はありますが、説明をさせていただきます。奈良市教育委員会では、少子化や県立高校の再編計画なども踏まえながら、
平成25年度に一条高等学校の将来構想検討委員会を設置し、時代とともに変化する教育のニーズを捉えながら、市内で唯一の一律高校である一条高校をフラッグシップに改革を進めながら、その取り組みを今もあったように他の一律小学校中学校にも波及させるべく議論を進めてまいりました。附属中学校は1学年2クラス80人で、一条高校の敷地内に新たに設置し、通学区域は市内全域でクラスは6年間持ち上がりといたします。一条高校は附属中学校から持ち上がり生と高校生からの入学生で構成される併設型中高一貫校となります。明日29日には適性検査を実施いたします。80人の募集定員のところに435人が出願していただき、競争率が 5.44 と大変期待を寄せていただいているところでございます。次に一条附属中学校のミッションとビジョンについては、前のスライドにもあります通りでございます。これまでになかった一律の併設型中高一貫教育校として、新たな教育の選択肢、子どもたちにとっては学びの場の選択を新たに提供して、子どもたちの多様性に応じてそれぞれの個性や創造性を伸ばすために、体験的探究的な学びを展開していきたいと思っております。高校入試がないゆとりを持った6年間の連続した学びができる強みを生かした一貫したカリキュラムによる体験的探究的な学びを提供することにより、子どもたちが将来不透明で正解のないどんな社会であってもですね、自ら目標を見つけ、そのために努力して他の人と共同しながら多様な生き方を自ら選択し果たせるよう、ありますようにアクティブシチズンであって自由に自分が活躍できる人間の育成を目指していきたいというふうに思っています。そうしたビジョンやミッションを踏まえて、分離統合のアートスティム教育や探究的な学びをより具現化するために、附属中学校の特色あるカリキュラムとして、思考表現、探究フロンティア、技術デザインなどの科目を開設する予定でございます。もう一つ大切にしたいことは、教室と社会をつなぐということでございます。教室での学びや体験が実生活や自分の将来の中で問題を見つけ解決していく力となっていくためのものだという意識を持って、ワクワク感を感じながら学ぶことができる子どもたちをじっくり育てていきたいと思っております。前段が長くなりましたが、一条エースについてご説明させていただきます。市長がご紹介いたしましたように、本日同席いただきました中島幸子氏、そして松本博氏、斉藤純一氏に一条附属高等学校中学校のエースとして令和4年度より就任いただくことを発表させていただきます。一条エースとは、アドバイザリーオブクリエイティブエデュケーションイン一条の頭文字を取った略称でございます。3人にご就任いただきますことは、一条の特色ある教育活動に加え、子どもたちが学校の学び以外にもある幅広い分野や世界を体感できる機会を与えていただき、子どもたちはもとより中高の教員にとりましても高い見識や豊富な経験に学び、自らの質の向上や授業実践に生かしていただきたいと思っています。今後魅力特色ある学校づくりを推進する中、子どもたちの身の回りにある課題解決のための分野をまたがったり融合したり、また社会と教室がつながりながら課題解決のための
カリキュラムのさらなる充実のために各分野の一流の方々にアドバイザーとして就任いただけることは本当に意義があり、感謝しているところでございます。就任後は一条高等学校中学校におきましては指導や助言にとどまることなく、時には子どもたちへの講義やまた授業も担当いただくなど、奈良市教育にとっても身近な存在として指導やご助言をいただく予定でございます。それでは3市の経歴を紹介させていただきます。松本博史氏は超高層電波や宇宙電波を主に研究され、2008年10月から2014年9月まで京都大学総長を務められ、2015年4月から理化学研究所の理事長として日本の科学技術分野をリードされております。中島、今日同席いただきました中島幸子氏は高校時代には国際数学オリンピックで金メダルを獲得され、その後大学を卒業後は音楽家として活動を開始された後、スティーム教育の普及を目指して2017年には株式会社スティームを立ち上げ、代表取締役社長をされております。また経済産業省の未来の教室とエドテックの委員として、さらに2025年の大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーに就任され、ご活躍をされております。斉藤純一氏はアメリカのシリコンバレーの IT 企業でブランディングマネージャーを務められた後、2017年には宮崎県新富町が地域活動を活性化するために旧観光協会を法人化して設立した一般財団法人固有地域づくり推進機構で代表理事に就かれました。またテクノロジーで農業課題を解決するをミッションに挙げるアグリスト株式会社の代表取締役として、地方の企業家育成の分野で活躍されております。前にありますように各アドバイザーからは一条高校中高生への期待を込めた素敵なメッセージをいただいているところでございます。私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、松本博史です。この度一条高等学校附属中学校のアドバイザーエースの一員として任命されたものです。私は奈良県出身で大和郡山市の中学校を出て、高校は奈良の女子大附属高校に進みました。この度こういう新しい学校ができたということは大変心強くてですね、まあ書いてあるお題はなかなか中学生には難しいかもしれませんが、能動的に学ぶ、積極的に学ぶ、勉強する、そして自分で考えて行動する、そのような力をつけるということを目的として提供された中学校になります。もちろん私が中学校の時にはそんな意識は全くなくてですね、まあ中学高校そして大学はまあ京都で出たんですけど、京大を出てその後京都大学に50年ほど勤めて、今は理化学研究所、国立の研究所ですが、そこの理事長を務めております。やはり中学校で一番重要なことは、まあ、勉強をしっかりするということと同時にですね、いろんな世界が見えてくる時代ですので、世界の事柄、あるいは自然環境、お友達、そういうものは非常に重要になります。この新しい中学校でですね、新しい環境で素晴らしい先生方に囲まれて、ぜひですね、のびのびと生活してほしいと思います。受験勉強に追われるだけではない、いろんなものに興味を持って世界に目を向けて、そして友達を増やす、これが重要だと思ってます。したがってそういう先生方あるいは友達とを通じてですね、本物に触れる、自分のやりたいことを見つけるっていう中学校ですから、そこにぜひ、皆さんの生徒さんもですね、そういう世界を目指してしっかり勉強して、
そして最終的には社会の中で通用する人間に成長していただきたいと思っております。皆さんこんにちは。この度一条高校附属中学校のアドバイザーに就任させていただきました斉藤と申します。私はですね、奈良県生駒郡へぐり町の、へぐり中学校生駒高校で、育ちまして、その後アメリカシリコンバレーで働いておりました。帰国して東日本大震災をきっかけに、まちづくりの活動を始めておりまして、今は宮崎県の新富町という人口1万7000人の小さな町の、地域商社の代表をやっております。この度このような、非常にこう意義がある一条附属中学校の、アドバイザーに就任させていただきまして本当にありがとうございます。改めまして関係者の皆様に、御礼を申し上げます。そして一条中学校ですね、すいません、の素晴らしいところは、やっぱり奈良とこう世界がつながっていく。シリコンバレーなどでも、いろんな研修等もあるようなので、僕もその時は、ぜひ行きたいなというふうにも思いますし、自分の頭で考えて自分で行動をする、まあ、そして本物に触れて自分のやりたいことを追求していく、まあ、そのような中学校ということが非常に先鋭的で、かつこれからの時代に最も必要なことになるのではないかなというふうに思っています。自分のふるさと生まれ育った奈良でですね、このような意義のある活動に携われることを本当にありがたく思っておりますし、私のこれまで培ってきた経験などをですね、惜しむことなく奈良の中学生たちに貢献できることを願っております。本日はありがとうございました。はい、皆様おはようございます。本日はこちらにお招きいただきまして本当にありがとうございます。一条高等学校附属中学校が開校されるということで、まず本当におめでとうございます。で、そちらのアドバイザーということで一条エースに任命いただきましたこと、非常に光栄に思っております。まず私は奈良市がこういうミッションビジョンで動かれているということ、そしてやっぱり一条の高等学校、そしてそこに付属中学校ができて6年間で探究的な創造的な、そしてその個性を生かした学びをするというところ、多少こう挑戦的なところがあると思うんですけれども、そこの思いというか、皆さん多分関係者皆様のそういう思いで、そこにアプライしてくる子どもたちですね、親御さんもそうだと思うんですけれども、そういう思いとかにこうすごく心を動かされております。私自身が、ちょっと経歴が複雑なんですけれども、音楽、数学、それからここではアーツステムと言われてますけれども、私の方でSTEAMという教育のところの主に3軸、4軸、5軸と今でき始めてますけれども、で活動しております。で、私自身松本先生もそうだと思うんですけれども、まず音楽とか数学においてはすごく実はというか非常に面白い世界で、やっぱり創造的な世界だと思うんですね。数学とかもどうしてもテストとかがあると丸×に左右されることもあるんですけれども、実はいろんな考え方ができるということ、新しいものの見方ができるということ、そういう永遠に終わりがない旅路みたいなことがやっぱり研究とか探究の面白さで、今こういうことが実はもう高校時代、中学時代、小学校と、そういう時代でも大事だよということを文部科学省さんも言われているのだろうなと思っています。なのでまずこの一条高等学校附属中学校で、そういういろんな世界の深いところ、創造的な面白さにつながるということが大事だなと思っています。それから先ほど斉藤様からありましたけれども、同時にそのいろんな音楽とか数学とかの世界もそうですが、この世界そのもの、いろんな方が生きているこの社会とかですね、世界、人生というものそのものが大変なこともあるかもしれませんけど、非常に面白いことであると。で、今まではもう少しマニュアル的な部分もあったかもしれないですけど、特に21世紀に入っていろんなものがどんどん生まれてきて変化が激しい中、より本質に立ち返るようなことが求められている時代だと思っています。で、変化が激しいから大変というよりも、今までできなかったことで実は大事なことができるようになったことがたくさんあって、なので学校とは何かとか、学びとは何か、働
働くとはどういうことか、そういういろんなことの本質が問われる時代なんだろうなというふうに思っています。ちょっと長くなってますけれども、その中で一条高等学校、そして附属中学校がこう社会に開かれた形で、こういう一条エースということで3名のうちの1人に選んでいただきまして、非常に光栄に思ってますし、可能ならば松本先生や沢口様とも連携して、で何よりもやっぱり先生があった奈良市で子どもたちとですね、どんなことができるかなということを非常にワクワクしております。私は今大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーも務めておりまして、それに向けても今鋭意動いているんですけれども、一見万博と教育って関係ないかもしれないんですが、私は深く関係させたいなと思ってまして今鋭意動いております。でその中で特に万博の一つの特徴としては世界中の人たちが集うということです。でそれをきっかけにですね、2025年を待たずして、世界をどんどん、特にこのコロナ禍で大変な時代ではありますけれども、それもあって世界中が割とオンラインのシステムも整えまして、地球の裏側でもつながることができる、比較的そういうことに世界中が馴染み始めている時代です。なので2025年をうまくその機会を利用させていただいて、もう今から世界中がつながって刺激し合って、それこそ個々の興味関心に合わせてですねつながるということ、で同時にそれは奈良とかそういう地域の個性、地域の良さというものを世界に発信していくいい機会でもあると思っています。でその中で未来の地球学校プロジェクトというものを立ち上げてまして、もうそうですね、これをどのように本当に万博につなげていくかというところは今鋭意議論しているところではあるんですけれども、でもどちらにしろですね、日本中それから世界中の学校をつなぎながらより探究的創造的な学びをしていきたい、で子どもたちが主体ですけれども先生もですが、大学生とかいろんなメンターの存在、そしていろんな専門家の存在、大学とか企業ですね、そういうものがこう混じり合うような形で子どもたちの創造的な学びを支援していくようなエコシステム、生態系みたいなものが生まれてくるといいなと思って、未来の地球学校プロジェクトというものを行っております。そういう意味では一条、そうですね、高等学校附属中学校にも、はい、ぜひ参画いただいて、ご一緒にですね、そのネットワークの中で子どもたちから何が生まれてくるのかなということを、そういう旅路を私たちも伴走させていただけると非常に幸せだなと思っております。他にもいろんな世界を、それをまずでも子どもたちの、どんなものが彼らが興味を持って好きで始まるかということをまず一番ワクワクしているんですけど、その旅路の中でいろんな専門家の方とかいろんなものをつないでいくような役割をしていければと思っています。もしかしたら2025年にも何かお願いする可能性がたくさんありますので、その辺も含めてですね、これからどんなものが生まれてくるかということを私自身が一番非常にワクワクさせていただいておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと奈良には私はかなり未来価値競争センター、ダイワハウスさんが持っていらっしゃるコトクリエにもお世話になっております。アーシタバでですね、この、一条高等学校附属中学校と、もしかしたら他の近隣のいろんな学校が連携しながら何か開かれたことをしていくなんていうこともできないかなということを勝手に思っておりますので、いろんなことをこれから模索させていただければと思っております。本日はお招きいただきましてありがとうございます。